はい、皆さんお疲れ様です。ファイナルファンタジー8続きを始めていきたいと思います。前回の続きから今そのまま撮ってるんだけど、ラグナがどうやってエスタの大統領になったのかっていう話が長いっつうから一回動画切った感じだったんだけど、前回ね。うん、だからその続きから聞いていこうか。聞かせてくれ。聞くか？聞きたいか？んじゃ聞かせてやる。まあ俺はエルオーネを取り戻せばそれでよかったんだけど、やっぱりそれだけじゃ済まなかった。なんといっても魔女アデルが支配して、天才だが人手なしのオダインがいる国だ。おまけにその頃の二人の興味はちっちゃいエルオーネにあったしな。じゃさいならってわけにはいかなかった。アデルが怒るでおじゃる。このままでは研究がストップでおじゃる。あ、そっかそっか、助け出したところか。本当に自分の研究のことしか考えてないおっさんだった。あー、エル可愛いな、ちっちゃい頃いや最終的にも美人なんだけどさ待って、背景が気になって読めない。さっきから噛みまくってんだよ。でもアデルの命令に従ってあ、これ3倍速だからか。あ、そうだね。魔女の研究をしながら、やつはやつでいろんな発明をしていなかったうん、魔女ん魔法制御装置封印施設。あー、はいはいはい。リノアが一回封印されたところね。アデルを倒せるかもしれない。何より俺はエルオーネを助けるために世話になった反アデル派の連中に恩返しをしなくちゃならなかった。あー、そうか、あったね、反アデル派ね。俺たちは同志たちで話し合った。結局問題は2点。1点目は巨大破壊兵器となる大石柱を何とかすること。ルナパン？モンスターを月から呼んでセントラのように壊滅状態にしないためだ。2つ目はエスタをアデル支配から解放すること。俺たちは作戦を練りに練った。元になっているのはもちろん俺の冴えたアイデアだ。俺たちは再びルナティックパンドラ研究施設へ戻ってきた。目的はただ一つ。オダインの指示に従いパネルを操作して大石柱を動かす。ルートと停止ポイントを海中に設定してさよならだ。あー、なるほどね。そうだ、海中に沈めたって言ってたもんね。これは簡単だった。もちろんアデルにバレた。俺たちはアデルとの最終決戦のために集結した。アデルをおびき寄せるためだ。え、アデルってあんな感じなの？え、待って、魔女じゃないの？え、アデルは予想通り現れた。何事か。大石柱を移動させた犯人を追い詰めました。どこだ？あの中へ。エルオーネを人質にして。エルオーネの名前を出せば奴が簡単に中に入るのは分かっていた。待って、魔女だから女だよね。え、上半身真っ裸じゃなかった？ちょっと正面見して。あー、着てるか。あれ、ん男だよなこれ。え、あ、え、あ、え魔女って別に、お、え、お、ん、まあいいか、一応乳首隠してるもんね。こんな手に乗ると思ったのか。アデルはエルオーネがホログラムだと気づいた。だがもう遅い。ああ、もちろん俺様の計画はいつだって完璧と決まってるからな。おー、あー、なるほどね。これが魔女封印装置か。はいはいはい。で、ぶち込んだと。で、アデルの範囲は油断だった。魔女といっても元は人間だったってことだ。あー、なんとか成功した。だがこんな恐ろしい魔女をずっとそばに飾っておくほど俺たちは悪趣味じゃない。臭いものには蓋を、嫌なものは遠くへ。ああ、そう、俺たちは奴を遠いところにすっ飛ばすことにしたんだ。ああ、それで月に封印したんだな。果てしなく遠いところ、空へ宇宙は空って見ますね。わあ、かっこいいな。これがラグナロクか。あ、ラグナロクで運んだの、もしかして。あ、そういうことか。あ、待って、ラグナロクって1台じゃないの？あ、マジで？あ、そうなんだ。なんかちょっとプレミア感なくなっちゃったなで、それをリノアが解放しちゃったんだよね。まあ、あれは、結局アルティミシャに操られてのことだからしょうがないんだけど。え、待って。まあ、大体こんな感じだった。でも、本当に大変だったのはこの後でよ。アデルがいなくなったこの国をどうするかってことで大激論よ。俺は面倒だから、ホイホイ返事したら、革命のヒーローだとか言われて、いつの間にか大統領にされちまった。まあ、まあ、それに関しては誰も文句言わないわな。んで、オダインはオダインで、エルオーネの研究させるでおじゃるとか言って騒ぎ出す。エルオーネだけでもレインの元に返そうと思ったのが間違いだった。ね？レインが死んじまって、
エルは孤児院に送られてよ。あの時せめて自分でエルをウィンヒルまで送っていればレインにも会えたんだぜ。レインは死んじまった。エル王には行方不明。大統領の仕事は忙しい。俺はここに残ってあれこれあれこれ考えて、なんかわけわかんないうちにこんなに時間が経ってしまった。まあ全部俺がやってきたことだ。良かったのも悪かったのも俺だからな。あ、そうなんだ。あ、確かに顔見るとちょっと年取ってるね。うん。あの口元にシワがあるわ、ほうれい線が。ってことで作戦を聞いただろ。俺にもあんましよくわかってねえが。これで全部？この部屋から出してくれは違うよね。あ、そうだな。いい返事期待してるぜ。ん？あ、OK と同義なのかな？ちなみにこの部屋、なんか隠しなんとかはあんのかな？いや、大統領の部屋だぜ。なんかあるだろう、金目のもの。ない？ないか。ないのか。はい、じゃあ作戦 OK しようか。ってことで作戦を聞いただろ。引き受けましょう。いいだろう。よし。ん？あ、待って。じゃあ行くぞ。ラグナロク乗るぞ、ラグナロク。あの中で最後の作戦説明にしようぜ。一回乗りたかったんだ、あれ。俺と名前似てるしな。そう。その、あ、そこから撮ったわけじゃないの？あ、そうなんだ。あ、なんかさ、ラグナの後ろにあの二人がついていくみたいのがなんかちょっとブワってきちゃった、今。なんだろうね。よし。諸君。こっからは最終目標、アルティミシアまでもう一気に行っちまうぞ。作戦のおさらい、行ってみよう。まず、ルナティックパンドラに入り、エルオーネを救出する。次に、魔女アデルを倒す。煮込みを襲うけど、ひょだなんて思うことはないぞ。ここで注意。アデルは魔女だから、力の継承がある。ニノは引き受けてくれるか？アデルの力も受け取るのか？大丈夫です。おーし。で、次に、魔女アルティミシアがリノアに入ってくるのを待つ。うん。またまたリノアは辛いけど、我慢してくれっか？はい。ここに関してはさ、本当にそんなうまくいくのかっていう心配は正直あるよな。さすが。で、エルオーネがリノアとアルティミシアを過去へ送るそうだね。時間圧縮が始まる。うん。まあ、未来も、今も、過去もぐちゃぐちゃになると。で、エルオーネがリノアを取り戻す。うん。圧縮された時間の中、ここだよ、俺が気になってるのは。未来へ進む。まあ、普通に過ごしてればいいってことなのかな。アルティミシアの時代は遠い未来。本当ならここにいる、誰も存在できない世界。そんな世界に自分を育てせる方法は一つしかない。仲間同士、お互いの存在を消さないことだ。仲間同士、お互いの存在を信じ合うことだ。うん。相手が存在することを信じるんだ。その相手は、こっちの存在を信じてくれてるぞ。やっぱりあの、リノアがさ、記憶がなくなったらどうこうって言ってたのは、それなのかな？友達でいること、好きになったり、好かれたりすること、愛し、愛されること。全部一人じゃできねえだろ。相手が必要なことだろ。なあ、お前たち。仲間と一緒にいるところ、一番思い浮かべやすい場所は、どこだ？まあ、多分、あれだよね。孤児院だよね。そこに、全員が一緒にいる様子を思い浮かべるんだ。時間圧縮が始まったら、そういう場所を考えて、そこを目指せよ。そうすれば大丈夫。その場所は、お前たちを迎えてくれるぜ。どんな時代にだって行けるぜ。この作戦に必要なのは、愛と友情。それから、この作戦を信じる、勇気。友情、努力、勝利。そう、名付けて、愛と友情、勇気の大作戦だ。相変わらず作戦名センスねえな。頼んだぜ、みんな。え、OK なのみんな。ツッコミは？愛とか友情とか、古臭いけど、みんなその気になったみたいだ。まあ、みんなさ、そういうのバカにするけど、結局好きなんだよね、みんな。うまくいきそうか？やってみるさ、俺も好きだよ。え？え、何？何今の動き？え？え、なんか大丈夫？ラグナーにもなんか嫌なフラグ立たなかった？足、うわーってやってたよね。え？そっか、でもラグナーともう一回なんか一緒にパーティー組んだりできるかなって思ったけど、それはないんだ。なんかラグナ側とスコールチームで別々に戦って、どっちも操作できるとかあるかなって思ったけど、それはないか。よし、じゃあ次はルナパンかな。え、マジでこれ最終決戦じゃない？もしかして。このままエンディングまで行くかもしれないな。冒頭で続きから撮ってますって言ったんだけど、ここからはさらに別日に撮ってます。で、今なんかラグナに話しかけると、てか話しかけてみてほしいみたいなコメントいただいたんで、話してみようかなと。全部終わったら、ゆっくり話そうな。お前には色々話さなくちゃならないからな。まあお前が来たくないって言えば仕方ないんだけどよ。ん？それだけ？お前が来たくない。
ボード、あ、ボード喋れないもんな。ボードが言うには、父親にいなくてよかったな。父親にいなくてよかったな。父親にいなくてよかったな。母親に似ているな。あれ？あ、え？ラグナがスコールの父親ってこと？え？あれ？そんな話あったっけ？あれ？そんな話あったっけ？あれ？スコールとレイン？だっけ？レインだよね。レインだよね。レインの子供？え、でも、ラグナってさ、なんだっけ、スコールってなんかレオンハートみたいな名前じゃなかったっけ？それってなんか、今はな、ただのスコールなんだっけ？でも今はわかんないのか。なんだろう、ほのめかすだけ。やめろよ、思わせぶりの態度。え、でも、そっか。あ、でもそうだよね、エルオーネってさ、なんだっけ、意識を飛ばすには、その人を知らないといけないみたいなのがなかったっけ？あ、違う、それはエルオーネが知らないといけないのか？どっちなんだろう？いや、もしそういうことだったら、スコールが知らなくちゃいけないってことだったら、スコールはもともとラグナーに会ってるっていうことだもんね、過去に。あ、そういうことなのかな？いや、違うか。エルオーネが知らないといけないんだっけ？リナーを知らないからみたいなこと言ってたんだっけな。でも多分そういうことだよね。あ、そうなんだ。あ、父親？あ、ラグナが？そりゃイケメンになるわ。そりゃイケメンになりますわ。あ、そういうことなんだ。へぇー。あ、わかんないわかんない。確証はない。あ、やべ。しまった。もっとなんか、もっとなんか気合い入れて、よし行くぞ、ルナパーンみたいな感じにしようとしたんだけど。うにゃーって言ってる間に行っちゃった。まあ、いいか。いよいよだ。突っ込もうぜ。素直に行かせてもらえるかしら。大丈夫、大丈夫。機関砲、手法の準備は整ってる？準備 OK。ズカーンと撃って、ドカーンと罠開けてやる。いいね。ムービー、なんかいつもいいけどさ、ようできてるよな。あ、なんかバリアが張ってあるのか。バリアだ。突き破っちゃ、あ、なんか、あれだね。ラグナロク、こんな恐竜みたいな顔したんだ。恐竜？てか、ドラゴン？あんまりちゃんと顔見てなかったかも。で、多分なんだけど、あ、え、手？そういう作りなんだ。俺多分なんだけど、これ最終決戦じゃないかなって思ってるんですよ。あ、でもそうか、アルティミシアがいるか。でも多分、何？首ゆらゆらしちゃった。あ、動けんのか。かわいいな、セルフィー。ラグナロク飛ばす？いや、大丈夫。あ、こっからさらに別のとこ行くっていう選択肢もあんのか。パーティーどうしよっかな。ゼルがね、俺実はちょっと使いにくいんですよ。今は固定っぽいね。とりあえず行こうか、じゃあ。で、なんだっけ、最終決戦だと思ってて、多分サイファーはいるじゃん、間違いなく。となると、サイファー親衛隊の二人もいるから、風神雷神。で、さらにあいつでしょ？なんだっけ。で、さらになんだっけ、アデルだっけ。もういるから、もうマジで最終決戦なんじゃないかなと思ってて、で、一個悩んでんのがですね、チートを使おうか悩んでるんですよ。今回ストーリーメインでやっちゃってるんで、武器とかね、正直弱いままなんですが、これは使っちゃってもいいかなと思ってて、正直。全てのアイテム入手をやれば、多分なんだけど、武器も手に入るんじゃないかなっていう気がしてて、スコールの最強武器見たいんですよ、正直。見たいんだけど、ちょっと今忙しくて、ちょっと言い訳をさせてもらうと、忙しくてちょっとなかなか FF8 のやり込み、本当はやりたいんだけど、やる時間が取れないんで、ちょっとこれ使っちゃおっか。多分フィナーレなんで、やっちゃいましょう。すべてのアイテムを入手。で、あとどうしようか。特殊技？特殊技でも全部使えてるのかな？使えてないのか。特殊技も手に入れちゃおうか。で、すべてのカードを入手。うん、この2つだけやっちゃいましょう。で、適用。この機能は一度適用すると元に戻せません。また、このセーブデータでは実績が入手できなくなります。適用しますか？はい。で、どうなった？うわ、すげえ。え、ポーション回とかあんの？はじめましてだわ。ちょっと整頓させて。え、これ見てるだけで俺今回の動画終われる気がする。永遠の薬試作品、無敵状態にします。シェルストーン、まあ、なんだろう、使う使わないを置いといて、とりあえずね、武器が手に入っててほしいんだよな。銃弾とかもあるんだ。波動弾。
宇宙の触手。多分さ、これあれでしょう。みんなも実は手に入れたことないやつとかあるんじゃないですか、これ。マジの手紙？あ、これは違うか。包丁？あ、これあれか。もしかして、なんだっけ。多分キスティスの、なんだっけ、技？覚えるやつもあるんじゃないかなと思うんで、ちょっといろいろ裏でやるね。ちょっと待ってて。いや、これ見たくないな。キスティスが魔法、青魔法、臭い息を覚えます。これはちょっと見たくないっすね。使うけど。あとは、装備。あ、そっか、装備に関しては、そうだよね、装備に関しては、そっかそっかそっか、今回って、アイテムを買って装備するじゃなくて、鍛えてる感じだから、そっか、装備は手に入んないのかなと思ったんだけど、スコールだけはライオンハートになってね、多分これ、アビリティがスコールの武器依存らしいから、その関係な気がする。だからまあ、せめてね、スコールだけでも、最強武器と最強技見たかったんで、すごい落としたの、こっちだもん。来たか。いきなりか。早速、ライオンハートの、試し切りさせてもらおうか。ああ、ほら、スコールだもんよ。今日、驚き？全、都合、よし。そうだもんよ。リノアもよこすもんよ。ふざけるな。リノアは渡さない。喜んでる。エローネも返してもらう。アデルも復活させない。よ、欲張りだもんよ。ずるいもんよ。説得、効果なし。無理やり、奪う。そうだもんよ。行くもんよ。いきなりこれか。ああ、なんかダンジョンかと思ってたんだけどな。ほら、俺が言った通りだもんよ。そしたら、コンバイン。じゃあそしたら多分技が変わってると思うんで、見てみましょうか。雷神に対して、連続拳。あ、そっか、違うわ。あ、待って、武器がかっこいい。武器かっこよくない？あ、そっか、最後に出るかは、ランダムなのか。あ、しょうがないね。本気の力、思い知れた模様、オーラ。無敵だっけ？覚悟。なんだなんだ？うわ、強え！マジか。パワーリスト。お前ドーピングしてな。我、決意。メテオだ。死ぬかな。とりあえず、機械出しましょう。あ、アイテム持ってねえや。レイズあったっけ。とりあえず、風神からもアイテム奪っといて、復活させます。回復魔法あったっけな。あ、待って、死んだ。マジ？強いな、強いな、普通に強いぞ。ちょっと待って。ゼルがな、使いにくいんだよな。強っ。もういいか、ゼルは。あ、ラストエリクサー2つ。うん、オッケー。とりあえず、雷神の、ダメージがちょっとえぐいんで、とりあえず雷神から倒そうか。でもこいつらもな、悪いやつじゃないんだよな、きっと。待って、めっちゃ回復してる。待って。どうすればいいんだ、これ。あ、あのペースで回復されたら無理だな。とりあえず封刃か、じゃあ倒すのは。ん？なんか倒す手段があるか、これもしかして。無情。あ、死んだ。待って。でもさ、雷神がね、とんでもない速度で回復してんのよ。そうなるとちょっときついんですよね。一応起こしとくか、ゼル。経験値もったいないしね。連続、もう叩き込むしかないのか。はい。ライオンハート出ないかな。あ、なんだ、これかな最強技。うおぉ規模がでかい。これ待って、毎回見せられんの。でかっ。剣でかっ。あ、そういう技？長い。エフェクトが長い。もうちょっとなんとかなんないかな。面白い。もう一回見たいな。なんだっけな、俺、キングダムハーツで、レオン戦ったことがあるんで、そっちでも確かに武器が伸びてたんだよ。あ、エンドオブハート、こっちな気がする。あれ？でもさっきの技違うね。あ、そうそう、これ、エンドオブハート。あ、強い。超級武神破山じゃん。かっこいい。これでもうほとんどのボス倒せちゃうんじゃないの。強い。どんぐらいダメージ食らわした。また負けちまったもんよ。12回ぐらい切ってた。一発3000だとして、3万ぐらい。強っ。そう、なんかエンドオブハートか。確かにそのイメージはあった。まだ負けたわけじゃないもんよ。あ、前哨戦なんだ。じゃあこのまま進んでいこうか。
一回回復するか。もしくはあれだな。ちょっとゼル入れ替えよう。ゼル入れ替えてきます。ゼル好きの人にはね、申し訳ないんだけど、俺がちょっとゼルを使いこなせてないんで、ちょっとゼルを抜かさせてもらいました。あ、出た、ビックスとウェッジじゃん。でも若造と言っても上官ですからね。分かっちょるわ。だいたい軍人なんぞしとらんかったら、あんな若造に、多分あいつだな。サイファンのことだ。面白いこと言いますね。それならやめちゃえばいいじゃないですか。何をバカなこと言っちょるか。冗談ですよ、冗談。そうか。よし、やめちゃる。わし、軍人やーめた。え?ウェッジ、帰って酒でも飲むぞ。え?って私もですか?当たり前じゃ。さあ、行くぞ。え、叩かないんだ。あ、確かこいつらからさ、俺、あれなんだよね。あ、待って待って。いや、やめたら給料もらえなくなりますよ。なんだっけ。GF? を取り損ねてるらしいんですよ。なので、倒したかったな。あー、そしたら進めばいいのかな?おー、そっか、ルナパンの中だもんな。ルナパンの中ってさ、前回確か、あれだよね。入ってすぐ追い出されたとこだよね。あ、地下、ん?え、なんか正解っぽい。あ、待って、ここ見た。ここ見たわ。ケアルが。どうしようかな。すごい。ここ見たわ。で、確か、左に行ったら、敵に会ってすぐ追い出されたんだよね。右行っとく?え、なんだこいつ。やばそう。やっちまいな。キスティスの臭い息。見たくねー。あ、聞いた?あ、すげえ強いな。臭い息ってね、めちゃめちゃ強いんですよ。あのね、モルボルっていう敵が使ってくるんだけど、これがまたね、えぐいんですよ。ビジネトルネド。うん、いらんな。レビテが。なんかね、とんでもない威力の、威力じゃない、状態異常。え?経験値は?え?あ、そういう技?敵を吹っ飛ばすっていう技なんだ。へぇー。面白。いや、俺、臭い気ハマったな。レベルハテナです。使ってみようか。ん?そのハテナは何が入るんだろうね。一番強い技何なんだろう。これか。ショックウェイパルサー。使ってみようか。誰の技なんだろう。おおお。やっぱりここまで来ると、技の規模が違うね。世界規模だもんね。まあ、ダメージはまあまあってなったか。あ、倒した。今ね、今 PC の裏側で USB が抜けた音がしたんだけど、大丈夫かな?音声入ってるかな?まあ、どっちにしろ今探索中だから別にいいっちゃいいんだけど、やだな。あ、ここはいけないっぽいね。でもなんかルナパンの中は別にそんな大したアイテムもないから大丈夫ですよって言われたんで、多分前回吹っ飛ばされたところが多分正規ルートだったんじゃないかな。この先に、あ、待って。今岩が詰まってたね。多分あれラグナ編で岩を詰めたからなんじゃないかな。なんかそんなことしてんの気がするよね。で、それをした結果、なんだろう。通れる道ができてるみたいな。なので多分ここが正解なんじゃないかな。前回外れたところが正解でしょう、きっと。ここ進ん、ん?ここ進んで、なんか速攻でなんだろう。なんか巨大な何かに吹き飛ばされ、あ、セーブポイントあるもんな。巨大な何かに吹き飛ばされたんだよね。確かだけど、まっすぐ行った気がすんな。こっちじゃねえかな。あ、ここ、ここ。また会ったもんよ。お相手するもんよ。え、マジで?相手、今回、自分たち、いな。そうだもんよ。すんごいメカがあるんだもん。こいつだよ。速攻で俺のこと吹っ飛ばしやがって。こいつだけは許さない。絶対キスティスの臭い気食らわしてるわ。喋んのかな?あ、でもなんかいい感じのロボだな。これ、GF とか持ってるかな?持ってそうだな。え?機動兵器反撃モード、オン。あー。なるほどね。倒すのになんか条件がいるタイプか。え、何匹いる ?1 匹じゃないんだ。あ、フレア持ってる。フレアはレアだね。一応もらっとこうか。キスティスは、どうしようかな。スコーラとりあえず盗んでいい。あ、うわー、マジか。え、強いぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。ストップとか聞くか。ちょっと待って。とりあえずキスティス生き返らせて、支援反撃モード。やっぱ多分コロナ。え、ちょっと。え、あ、びっくりした。臭い食らわしといて。多分だけど、あれだわ。今回復とかすると、やられる状態になってるんだと思う。ネギドフレーム。大丈夫か?
わ、つえー、マジっすか。マジっすか。ちょっと待ってくださいよ。メガフェニックスがありますからね、こっちには。いや、もうだいぶ戦闘楽になるな。ごめんね、ちょっと戦闘の緊張感は、もう今後ないかもしれん。なんだろう、何が効くかな。でも多分あいつ今、あれなんだよ。反撃モードになってるから、こっちから何もしない方がいいんじゃないの。だから今のうちにこっちを固める。ああ。だから今支援モードになったんで、どんどん攻撃した方がいいね。結構ね、強い。まあ、特にセリフとかないから倒しちゃった。あ、てか今倒したんだ。いやー。でもねー。あ、先書き覚えた。敵がだいぶ強くなってきてる。ボス戦が結構しんどくなってきたから、ジャンクションとかをもっとしっかり考えなくちゃいけない。あ、待って、え、始まる？もしかして。サイパー戦？嘘でしょ？エローネを取り戻しに来た。お客さんみたいだぜ。相手してやってくれ。やるのかな。雷神、止まれ。なんだ、もうやめるもんよ。ああ。ん？向こう行け。部屋から出ていろ。ラグナが迎えに来てくれるはずだ。ああ、風神雷神も。おいおいおい、頼むぜ、風琴。サイファー、やめるもんよ。なんだか、わけわかんないもんよ。わけわかれねえのはこっちだぜ。仲間だと思ってたのによ。変わっちゃったんだよな。多分、風神雷神が好きだった頃の、あれなんだよ。あ、待って、風神？仲間だよ。いつまでも仲間だよ。仲間だから、あんたの力になりたいよ。普通に喋った。それで、あんたの夢が叶うなら、何だってしてやりたいよ。でもね、サイファー、あんた操られてるだけだ。もう自分の夢も、何もなくして、変なものの言いなりになってるだけだ。だから、元に戻ってもらいたいんだよ。それ、私たちじゃできないから、スコールに任せるしかないんだよ。悔しいよ。スコールに頼るしかないなんて。サイファー、まだ続けるの？今までありがとう。あ、ちょっと待って。なんか、この状態からでもさ、ありがとうって言うんだね。そっか。今までありがとうよ、風神雷神。うん、そっか。サイファーと最終決戦かな、これは。騎士ごっこを続ける気か？騎士は廃業した。え？騎士になりたかったんじゃないの？お前は。魔女の。歩くの遅っ。今の俺は若き革命家ってとこだな。何やってんだよ。いつでもでかいことやってたいんだよ。あー、なんか、変わってないのかな？止まってたくねえ。俺は走り続けてみせる。ここまで来たんだからよ。俺はゴールってやつを見てやるぜ。お前らには見せてやらねえけどな。そっか。これ多分サイファーと戦うのも最後だろうな。あ、かっこいいよな、やっぱサイファー。いや、好きなんだよな、俺。仲間に欲しかったもん、普通に。あ、来そう。来た。このイベントが入るって、実はこの、オーディン手に入れた時に見た。暫定剣。なんかね、これ見ちゃったんですけど、オーディン、なんか、真っ二つになるって聞いた。あははははははは。暫定剣返し、かっこいい。あれか、あ、そのままあれか、向かってって頭から剣に突っ込んだのか。オーディンか。ふん、この程度で俺を倒そうとはな。さあスコール、かかってきな。顔の傷もう一つ増やしてやるぜ。これあれなのかな、お揃いにしたかったのかな。顔の傷、ファイヤー、サンダラ、ブリザラ、服装しか持ってねえな。アイテム今持ってるかな。とりあえず盗みますね。あ、英雄の薬。ああ、たくさん持ってるわ。いらん。ああ、でもまあ、そっか。どうだろうな。できればスコールでとどめさせたいな、俺。スコールの、エンドオブハート来た。エンドオブハート来た。これとどめじゃねえかな、もしかして。どう思います？俺、これで倒しちゃうんじゃないかなと思ってんだけど。ガンビの下に臭い気出てんのやだな。いや、俺、どうだ？いや、いっ、なんだ？あ、ギルガメッシュがどうこうって書いてあったけど、どういうこと？これってなんだろう？過去の FF に出てきたキャラクター ?4 本目をくれたのは、あんた。4本目？ん？お前なのか？ば？ば？もしそうなら、俺の剣を買わせるはず。ば？行くぜ。
なんか過去の FF の話っぽいな。ギニャー何これ、俺何見せられてんの今。どうやらどこにあるのやら次元の狭間。噛んだわ。え、終わり。あ、ごめん。え、え、これ何なんだろう。あのギルガメッシュって、俺さ、あの見たことあるの気がするな。 FF 俺なんかバッシュみたいなキャラいなかったっけ。バッツだっけ。5だか6、俺やってないんだけど、いたような気もするな。サイファー、てかあいつ誰なんだよ。まだだ、まだ終わりじゃないぜスコール。え、あ、終わりじゃないの。ラストじゃない。あ、よかった。スコール、リノア、スコール、サイファーがリノアを、あ、待って、すまねえ、リノアのやつどうしてもスコールのそばにいるんだって聞かなくて。とにかくサイファー追うぞ。あ、ここにいたらそのまま連れてかれたのかな。なんかリノアはあれだね、すぐさらわれるねまあいいんだけどさ、別に。サイファー、やめなさいよ。もう気が済んだでしょ。あなたは本当はそんな人じゃない。あ、待って、これアデルか。もう戻れねえんだよ、どこにも行けねえんだよ。魔女は一つに、アルティミシア様のお望みだ。出た、この魔女のテーマ。かわいそうなサイファー。え、これさ、大丈夫かな。俺、リノアと戦うのはやだぞ、マジで。マジでやだな。でもありそうなんだよな、展開的に。いや、セーブですか。じゃあ、ここまでですね。俺、あの、サブイベントは調べたから、オーディンを手に入れるときに、なんか、斬鉄剣、ん?てか、オーディンが真っ二つになって、ギルガメッシュがどうこうみたいのは見たんだけど、あれ、ギルガメッシュって仲間じゃなくて、なんだっけな、GF? になるんだと思ってたんだけど、違ったのかな?なんか条件満たしてなかったか?まあ、しょうがないか。はぁ。でももうサイファーも帰れないとこまで来ちゃったんだな。なんだろう、さっきのさ、風神雷神と話してる時のサイファーは、やっぱり学生の頃のサイファーだったんだけど、やっぱりどこか、ちょっとずれちゃったんだね。これサイファーは救えないかもしれないな。本当はね、なんとかそのアルティミシアの呪縛から解放して、まあ昔みたいにとはいかないかもしれないけど、また学園生活にいた頃みたいにちょっと悪友みたいな感じで、また一緒に過ごしたらいいなと思ったんだけど、まあまだわかんないか。うん。ちょっとスコールの武器手に入れちゃったの、ちょっと失敗だったかなともうっすら思ってんですけど、強すぎるわ、あれ、エンドオブハートが。下手したらラスボスもあれで終わっちゃうかもしれないな。まあでも FF7 とかもそうだからね。初級武士ハザン手に入れたらもうそれで終わりだから、まあいいか。もう、フィナーレだしな。はぁ、じゃああとはここからどういう結末になるか。多分本当にそろそろ終わりだと思うんで、引き続きね、楽しみながら頑張っていこうと思います。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると非常に励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。